全国でも強豪として名高い大分県立日田林港高等学校相撲部。練習風景を見つめているのは佐藤哲也さん。長年この日田林港の相撲部を支え続けてきた人物です。17年前にですね、自分のうちに相撲道場を開いてですね、それから小学生、中学生を指導しながら、先には三隈中学校の相撲部に入部させ、またこの北林港の相撲部に入部させ、今現在に至っております。北林港の相撲部の生徒さんで、通学の困難な方、それもうちに預かって、北林港の相撲部の方に通わしたりはしております。現在でも大会があるときには必ず応援に駆けつけるという佐藤さん。実は日田林港相撲部創設の立役者でもあります。佐藤さんが自宅に道場を開いた17年前は、日田市に相撲部のある中学校や高校はほとんどなく、相撲クラブを卒業した後も子供たちが相撲を続けられるようにと、三隈中学校と日田林港での相撲部創設に尽力したのです。こうして始まった日田林港相撲部、今では全国大会出場の常連校として名を馳せるばかりではなく、平成23年度には卒業生が角界入りを果たすほどの強豪となりました。それはもうああいう協力者がいるから、これだけ結果を残せて、いろいろあって、ある人なしじゃ僕らかなっていうところね。試合なのでは僕たちに技術面でだけでなく、精神的にこう盛り上げてくれて、とても心強い存在です。これらの取り組みが評価され、佐藤さんは平成22年度の大分県教育奨励賞を受賞しています。小学校、中学校、高校、相撲を続けてきたんだぞという誇りを持って、また大学に行く子は大学に行く、また就職に就く子は就職に就くでですね、そういう忍耐力、人との接し方、痛みの中で、青年の気持ちをですね、